はい、どうも、皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。ですね、今日はね、また肩こり用品、肩こり、首こり用品のね、ご紹介をしたいと思います。今までね、結構こういろいろ首こりに関してはこの商品ご紹介してたのかな。これね、なんていうかな、電熱パッドみたいなのが入っててね、こう首に巻いて使う、結構気に入ってますよって、これ多分紹介したと思うんですけど、僕肩こり、特に首がすごく凝るんでね、これ以外にもいろんな商品使ってて、低周波治療器だったらこれオムロンの、HVF の5200っていうね、これ低周波治療器で、これは別に首だけじゃないんですけど、こういう電極のパッドね、これ両面パッドなんですけど、片側2枚2枚4枚の電極パッドを使ってね、やるような低周波治療器で、その他にもこんなんね、肩にこうやって当てて、ここがブブブッとこう振動してね、でこれこうも動くんですよ。こうね、グーッとこう掴んでくれるんですね。こうね、肩のところに当ててグッとこうツボを押してくれるような感じなんですけど、これを首にもね、使ってやってました。で、これ力強くてすごくいいんですけどね、でもこれやっぱり首のとこにあってグッとこう締め付けるときに、若干こう皮をつかむような感じでね、ちょっとこうツボのとこにグッと入ってくれない感じになったりもするんで、そういうのが弱点ね。で、低周波治療器ね、これもそのいいんですよ、いいんですけど、電極パッドね、多分低周波治療器使われた方は分かると思うんですけどね、基本的に低周波治療器ってあんまり首まで対応してる分がなくて、で多分なんですけど、この電極パッドね、平らなところにこう貼る分にはいいんですよ。だけど首みたいなところに貼ると、こうなんていうかな、勝手に剥がれてくるんです、やってるうちに、こう電気流してるうちにピーってね。だからあんまり首とかには向いてないんだと思うんですよ。だから首まであんまり対応してないんだと思うんですけど、なら結局首やるときメインはこの温めるだけのやつになってたんですよ、今までね。で今回実はね、レビューオファーをいただいて、今これ幕開けでね、資金調達をやってて、もうね、資金調達も 100% 達成してて、さらにどんどんね、こうなんていうかな、資金を集めてるような商品になるんですけど、それがもうこちら、じゃんね、これコフォっていう会社さんね、ごめんなさい、製品名がコフォネックプロ、これネックエアってなってますけど、ネックプロってやつですね。会社さんはね、フォス株式会社っていう会社さんが、作られている、分なんですけど、そういうね、ネックマッサージャーだから、もう首専用の、マッサージャーに、なります。でこれもう実はね、3日ほど使ってみてます。ですごくね、気に入った、めっちゃいい。これ実はね、電極パッド、低周波治療器でこうちょっとなんていうかな、電気流すような感じのやつなんですけど、実はその電極パッドの部分が温まるんですよ。だから、これと低周波治療器を合体させたようなやつね、もう今ちょっと開けてみましょう。もう実際使ったんでね、開けてもやったんですけど、パッケージもね、おしゃれな今時の感じのやつで、開けたらもういきなりこうね、本体が入ってるような感じです。で本体自体、こんな感じで、ここがこう柔らかくこう曲がるような感じですね。こう首につけるわけですけど、で電極パッド部分が、こんな感じね、こういう感じ、ここはちょっとこう動くような感じになってますね。で、こちら電源ね、電源ボタン、長押しでね、電源が入ります。で反対側がこうモーターになってて、ブーンって言ってね、で電源が入って、でここにね、薄いから分かるかな、3つくらいランプがついてて、こんでいいかな、ランプがついてて、充電の電池の量が、分かるようになってます。で後ろのところもこうライトでね、なんかこうブーンとこう、コフォとこう出るような感じになってて、ちょっとおしゃれな感じですよね。でここに USB-C で充電できるような感じになってますね。こういう風な、感じです。外観ね、本体は。とりあえず一回電源消しておきましょうか。ね。はい。で、あと入ってるものがね、もうシンプルで、ここの中敷きを取ったら、こんな感じ。ね。ケース。ね。袋。後でまた紹介します。袋。
あと、日本語の説明書です。これね、日本製なんで、この電気流すやつってね、やっぱりあの日本製っていうのはちょっと安心できるかなと思います。で、全部ね、当然日本語で、表記がされてるものになりますね、説明書。で、あとはこれも開けてませんけど、これね、試作機でね、返さなあかんやつなんですよ。ちょっともうだからもうできるだけ開けてないですけど、ケーブルね、充電用のタイプ C のケーブルが入ってますね。はい、これね、試作機をお借りしてるんですよ。だから本ちゃんのやつとはまたね、ちょっと若干ですけど仕様変わる可能性はあるんですけどね、まあそういう試作機でお試しでっていうことでね、借りてます。で、実はね、このね、袋のこの丸っこい、このなんていうかな、締め付ける部分、こうやってね、締め付ける部分がこれリモコンになってましてね、あとでちょっとやってみますけど、見えるかな、ちょっと分かりにくいかも分かんないです。プラスマイナスで、こっち丸いのになんか棒みたいな入ってるやつね。で、こっちが太陽みたいなマークね、あると思うんですけど、こう太陽みたいなマークを押すと暖かくなりますね。で、反対側のこの丸に斜め線のやつは、その温めるのを止めるね。で、プラスとマイナスで、強度をね、決めますね、そういう風な感じになってます。で、もう実際ね、ちょっと使ってるんであれなんですけど、まあ使い方としてはこう装着ね、電極パッドここにありますから、これを首のとこに、まあ、いい位置に、自分のね、いい位置にこうやってもらって、電源ボタンを長押しします。で、そうするとブーンとこうモーターがちょっとね、バイブレーションが動いて電源がとりあえず入ります。今は何もね、電気流れてません。で、この状態でさっきのリモコンね、これのプラスを押すと、今ビーンとちょっとこうなんですか、電気が流れ出したっていうね、感じになってます。ね、で、この状態でこの丸い太陽のマークを押すと、じわっとね、だんだんと、暖かくなってくるというような、感じです。で、この電気の流れ具合っていうのはすごく人によって、だいぶね、感じ方違うと思うんですけど、僕はね、まあ、今ちょっともう3日ほど使ってだいぶ慣れてきたんですけど、最初ね、使った時は1段階目で結構いい感じでした。僕結構凝ってるんでね、なんていうかな、まあ、すぐにやっぱり第2段階のレベルに上げたくはなりましたけど、程いい強さだと思います。電気の流れ具合ね、もういい感じだと思います。で、この電気の流れ具合ね、なんて書いてたかな、なんかその独自のね、フォスさんの独自の開発したなんかこう電気のなんていうか周波数みたいなやつを使ってるみたいなんですけど、ちょっと僕専門家ではないんでね、そこら辺はちょっとよくわからないんですけど、全自動モード、基本的にこうもんなんかこういうの低周波治療器みたいなやつで揉んだり叩いたりとかモードをこう選べたりするんですけど、これはもう電源入れたらもう全自動ね、いろんなこうなんか電気の流し方を全自動でやってくれて、最後ね、終わるときはこのモーターがブルブルっとバイブレーションが震えて終わりというような感じになってます。で、だからまあシンプルですよね。何もこう考えなくても、まあ、つけて強弱選べばいいという感じになってますね。で、なんていうかな、この電気の流れ方も、結構ね、こう低周波治療器とかだとチクチク針で刺したようなね、なんかこう痛みを感じることがあるんですけど、これも人によるかもしれないですけど、この機械はね、あんまりそういうのがないです。じわじわしたようなこうバイブレーションしてくれたりとか、まあ揉んでるというか、なんかね、まあ、電気流してる独特の感覚なんですけど、チクチクした嫌なね、痛み方はないですね。で、そこら辺はね、パッドがちゃんと首に当たってこうつけてくれてるっていうのが、それもあると思うんですよ。ちょっとなんか剥がれかけみたいになったらね、余計チク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 なるんで、それはね、いいです。だから首専用なんで、しっかりついて横のこれでグッと押さえ込んでるんでね。で、僕結構首が太いですけど、それでもちゃんとね、押さえ込めてるんで、これね、首こりで悩んでる人にはね、すごくいいと思います。今もだいぶね、あったかくなってきました。で、このあったかくなったこの感じっていうのも、なんていうかな、なんかこう濡れ、暖かく、ほら
散髪屋さんとかであの温めたおしぼり当てられてるくれ当ててもらってるくらいの温かさね。だから程いい感じ、なんかじわっと熱すぎず、冷たすぎず、なんかこう人肌でこうね、なんかこう首に手当ててもらってるような感じのぬくもりなんで、これもねあのすごく気に入ってます。はい。であとね、なんていうかね、ちょっと今電あちなみに今ねブルブルあのやってたんですけど、これね動作途中に外したらね勝手に電源が切れます。あの電源が切れるっていうか、ビリビリが電気の通電が、切れます。まあ電源は入ってますけどね、こうやってね。だからあのなんていうかな、安全、そこら辺は安全だと思いますね。あのずっと電気が電極に流れたままにならないからね。であと一つ気に入ったのがこうやってね、コンパクトに、こう収納ができるんです。このなんかちょっとなんこれ なんか質感もねおしゃれな袋なんですよ。なんていう加工なのかな、ちょっとピカピカ光ったような感じでね。で、この中に入れてよいしょ。でこうね、ここさっきのリモコン部分でこうねギュッとやってあげたら、まあ僕の本当に手のひらくらいのサイズ感だから、あのまあ事務職の方でね、あの別に会社でも別に音鳴るわけでも何でもないし、まあもしかしたら許してもらえるんだったら仕事しながらでも使えるかもしれないですね。だからあの会社持って行って当然休憩時間とかにも使えるし、あのご飯食べながらとか、なんていうかな、低周波治療器ってあんまり強すぎるとビクビクになりますけど、それはビクビクなることはないです。だから多分ね、あのご飯食べながらとかでも全然問題ないですね。あのなんかそういうふうなあのことをやりながらでも多分使ってもらって全然あの問題ないくらいの、電気の流れ具合なんでね、あのこれ非常にねあのおすすめしたいっていうか、僕自身がすごく気に入った。だからあのこれは試作機なんでお返ししないとダメなんですけど、ちょっと本当に買おうかなと思っちゃいました、はい、あの欲しいなと思ってます。ちょっと本当に 買おうと思います、はい、ということで、まあ、今回はねあのこの首こり用品ね、のご紹介、この、コフォネックプロのご紹介でした。あの幕開けの URL をとりあえず下の方に載せてますんで、またねあのもし細かいこと知りたかったらあの下の方見てみてください。で一応ねあのまだ12月くらいまでだったかな、あじゃああと10日くらいとかな、あのもうね締め切りがだいぶ迫ってきてるんで、もしねあの欲しいっていう人はね急いで、やってみてください。まあそれが終わってしまったらね多分一般販売待たないとダメなんで、で幕開けの方でやられた方は12月末くらいまでに商品が届くような感じになってるみたいなんで、まあ間に合うんであればね、急いで、URL チェックしてみてください。はい、ということで、今日はね、コフォネックプロ、このネックマッサージャーのご紹介でした、ね、またこれからもいろんなネタねやっていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。